タスキ。このさ、このバルカメさ、何も見えないんだけど。おっと、おっと、おっと、それは仲じゃないですか。それは仲じゃないですか。いや、AGさんハンドガン一丁で十分だよね。ほら、おっとやっていくよ。やっていく。俺が殺しかけたやつどんどん死んでく。おっと、おっと、ディフューザーがそこに置いてある。これは多分あと一人レザートイグに一発当てたやつ。どっちか。グラズモロー。多分強がってる。グラズモロー。そいつだ、俺が殺しかけたやつは。おっと、じゃあ結構多分、いや、グラ一発当てたから多分 30% ぐらいでしょ。きた。危ない危ない。そしてグラズ、自分がグラズモローにしてる。グラズモローにしてる。グラズが飛んで、グラズがハンドガンの弾丸があと5発しかない。これはナイフで持ち込む。ナイフでタチャンカって言うんですよね。一発当たったら勝ちだよ。まあここでタチャンカ置いて撃ちまくれば。ここでね、タチャンカ置いて撃ちまくるという選択肢もまあありますね。ふたえの極み、いやー、もっと格闘。あ、いましたね。おっと、今いましたね。俺は伝説の動きですね。取られたんじゃないですか。俺多分今ね、取られたもん。俺 AD さんだったら今ここタチャンコ食うよ。これは多分ボム取られましたね。取られて食う。相手に有利を渡される。仕方な。下振り。どうやっていく。ハンドガン、はい、玉切れ。もう玉がない。ギリギリの戦い。1、2、3、4。はい、どうも、AGSSL です。今回はまあ初心者向け講座パート4として、まあキャラクター紹介、まあパート3ということになります。ということで、まあ奥だな。奥は加速が少しレームより遅いって感じな。少しの間、ほんまに少し、そこまで気にするほどもない。で、ダッシュ移動はというとこのボタンだな。よし、置くのが早いね。こっちか。ほい、置くのが早いです。ということで、レームっぽいね、なんか。いつも通り検証していきましょう。まずは通常メイン。射程が短いですね、これ。おまけに拡散していて、どう考えてもこの距離で撃つべきものではないですね。こんな感じで撃ったところでも、どうだっけ、こうか、こうやって、こうか。まあかなり拡散しているので、まあ使いどころがあるかどうかちょっと分かんないんだけど、ね。で、次は鉄コメインだ。でけえやつがいくぞ。まあこれはかなり伸びますね。当たる当たる当たる。まあ、こんな感じに超でっけえものが行くんですけれども、ちょっとこれ危ないんだな、当たると。まあこうなっちまうけど、まあとにかく当たれば強い。ニヤミスされると、あの相手の栄養分、そこは気をつけないと。で、ダッシュメインだ。これは結構射程あります。これは射程距離結構あるので、あの使ってみてもいいんじゃないでしょうか。で、通常サブだ。一回出動、三発一回出動だ。多分これ連続、あの、一定時間内に3ヒットしたら多分、あれなのかな？ちょっと今2発使ってるんだけど。4ヒット、3から4ヒットで、あの、スタンダーみたいです。じゃあ次は低速サンダー。まあ、このように敵を、あれ？まあ、このような弾幕を描きます。まあ、今のは通常例ですが、回転しながら使うことによって、このようにばらけさせることができる、ようになります。まあ、これは、他の人が使ってるのを見て、そのまま真似ただけなんですけれども。で、最後に、ダッシュサブは、こんな感じになってます。移動してる方向に対して釣られていくので、後ろに引きながら使うと、まっすぐこんなこともできます。こんなこともできます。いや、これ意外と面白いかもしれないです。こうやってて間が抜けられない間が抜けられないようにできます。こんな感じ。
あれ使い方によっては意外と面白いかもしれないですよこれ。奥のブレーキテストを忘れていたのでブレーキテストをしてみました。まあレイブと同じぐらいかな。あのちょっと早いからレイブの遅いんじゃ、あのブレーキ悪いんじゃないかというイメージがあるものの、まあそうでもないです。ちゃんとブレーキ効きます。以上。はい、ということで、ダッシュ攻撃点だけど、ダッシュじゃない、チャージ。あ、そういえばこれ分かりにくいな、これちょっと、これちょっと分かりにくいので、まあ、あの特勤振る人はまあ特勤バリやすいっていう時でも、奥はこれバリにくいと思うので、まあやってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、ダッシュ、あの通常チャージだ。おい、やべ、でかいでかいでかい、ちょ、当たる。そうだこれコンピューターだから動かせないんだてるの、むしろコンピューターだからこういうことするような実験体やのに、ははははははは、一瞬で5680人とふざけんなよ。何このバカげた火力やべえだこれ。じゃあ次は低速、あの低速だ。あー、こんな感じな。確かこれって、あの確かチャージボタン押してる間だけ、あの反射目になるだけ。そうやな、やっぱり。あー、回ったからといって特に反映はないの。ああ、自分の動いてる方向 に少しずつ弾がずらしていけるってことだ、つまり。うん、じゃあ次はダッシュチャージだけど、ダッシュチャージ確かやっぱりその手の攻撃な。ということで相手に向かって、おらー、溶ける。今ので3000、溶ける。いや、これ面白いな。イエーイって、いや、なんか相手がブレイクになったら防げないので多分いいと思いますよこれ。はい、来ました、紙装甲チップじゃなかった、サメ、ヒャメ丸チップ言ったらあれやなもんねまあでもチップ並みの、うん、チップ並みの防御力らしいので、じゃあ検証。あ、意外、シャメマルってものすごく速いイメージだったのに、通常移動はレイムと同じなんだな。さて、注目のダッシュ移動です。ということで、端まで寄せてから、こっちが着火線こしゃいか、いくぞー、こっちファイヤー。はいはい、しかしブレーキ効かね。そういえば奥の時ブレーキテストしてなかったけど、もうすごく流れます。これはな、ま、パッチ入ってから若干流され具合下がったのかもしれないけども、それでもまだ随分流されますね。あのレイムがこれだからかな。じゃあまあ通常メインだな。通常メインはまあ見たことがあるかもしれないけど、まあこんな感じの弾が声がけます。まあな、こんなの使えるわけないけどな。こん、一応穴は開いてるんだ。使えるわけないけどな。で、低速メインだ。あの、押し続けることによって2発出せる。あの、連打ではダメだと思う。うん、やっぱ連打はダメだな。ちゃんと押し続けないと。ちなみにこれ超 高火力なんで、あの、ぜひ使ってみてください。火力でかいです。で、次はダッシュメインだな。あの、あれやな、あのダッシュしている間だけ撃てますよってやつやな。ちなみに弾はどうやらランダムみたいなので、あの避ける方も当てる側も、あの考える必要がないという。さて次は通常サブだ。こんな感じの弾幕だな。どうやら押しっぱなしにすることでこの最速の速度が出て、あの連打したらちょっと遅くなるのかな。うん、ちょっと遅くなるな。で、次は低速サブ。これはあれだな。確か、これがいいかな。こうやってダマを消して、相手に、あの、カウンターアタックって言ったらいいかな。
消せば消すほどこれが増えます。で次はダッシュサブだけど、ダッシュサブこれとにかくスタンが効いて効いてしてるので、まあこれに、あそうだ確かこれにもスタン効いてるんだよな確か、うん、スタン効いてるわ。つまり通常サブとダッシュサブにはスタンが効いてるので気をつけましょう。やばい当たる、もういいや当てろ。はい、ということでチャージ攻撃編です。まずは通常チャージだ。前方向に青が目立ち、後ろ方向に赤が目立つって感じかな。てかこれむしろ逆向けた方が強いんじゃないのか。どこ向けたらそうやろうな。とにかく円になってるってことはわかるよ。これあれか、なんかゼロ距離でもちょっとパッとしないな。どこで使えばいいのこれ。なんかブレーキのタイミングは、まあいいや。でまあ次は低速チャージだな。あこれはあれだな、スタン効きまくるやつだな確か。あの当てれば当てるほどだけスタン効いて効いて、で相手はしばらくの間動けなくなるとか言うの。これ強いんだよな実際。これ使いこなせばこれいやらしいぞほんまに。神走行の理由はこれだな、やっぱりこれがとにかく強いんだよな。で次はダッシュチャージは超巨大なカメラで、あそういえばそうだ、これでもスタンあるんだった。とにかくでかいカメラで消せます。範囲が広くなってるのでカウンターをやりやすいです。さらにこのように突っ込むこともなったしか。いやでも確かおすすめなのはこいつと言ってあれすか、どうだっけ、おあ、あとブレイこうやって言ってこうか、あれ今ので3発当たったっけ、こうかこれやな、これ結構強いんですよ。てか俺これで結構やられてますよ実際。シャメーバルカモだとか言いながらこれで結構やられてるというな。ダメじゃねえかお前って。はいどうも、今度はフランドールスカレットか。フランはまあちょっと触ったことあるんだけども、なんかよくわかんねえんだよな。とりあえずまあ移動ん、やっぱあれだな、レミラと違ってフランは早いんだな。ってことでダッシュ、うんダッシュも早い。んどうした、なんか変なエフェクト出るな。あこんなエフェクトあるんや、あの F0 じゃねえんだからよ。まあいいや。ってことで通常メインだ。あ？え？確かに実戦ではそっちの方が当てやすいかもしれないけど、火力自体はやばいなこれ。火力ねえぞ。で低速メインだ。ああこのように追尾、ちょま結構火力あるぞこれ。でもこれ要は確かこれあのホーミングしていくような性質があるので、向き変えればこんな感じになるんですよ。やっぱりホーミングあるの。まあ向きを変えてあのやっていくっていうのが主流になってくるかな。まあタイミングずらせば結構やらしそうになりますけど。で次はダッシュメインだ。どうやら最大3発ですね。あーこれあれだな、ガッキャン挟んだ方がいいなこれ。うん、ガッキャン挟んだ方がいいかもしれない。まあガッキャンの説明はあのまあ中級編でやります。ってことで通常サブレイバテインだっけ、確かレイバテインがこれだったはず。まあでもこれ当たってもそんなに火力ないんだよな確か。188とかでかなり微妙なダメージ、なんかもっと強いのかなと思ったら。で低速サブだ。
こっちの方が強いんだよな実際。まあ一瞬で70近く当たってで普通ヒッ、あの普通に何度も何度もヒットするので、でこれか、これなんなんやろうな、これ投稿のことあまり知らないからな、こうやってレイム使いとかって やるけども、まあとにかく確実に何かしら当てておきたいぜって感じだなこれ多分。ちなみに止まってると相当なダメージ受けてしまいます。てか強っ、止まってる相手に対してものすごく有効やないかこれ。やめろーよーって、まあこういう時には強いかもしれない。はいどうも、次はチャージ攻撃編だ。ああ、サブが出たのかな、なんか妙なものが出たんやな。あれ令和10円あれなんか前これ出よったっけ、なんか前とエフェクト変わってる気がするけど、これバレやすくねえか。確かになんか令和10円した方がいいんじゃないかって意見があったかもしれないけど、これちょっとこれちょっと見えやすすぎねえか、ちょっとやめた方がいいと思うんやけど、これ確かに2件取り入れてこれスローなのよかったかもしれないけど、これは見えるんじゃないかな、見える人ほんまに見えると思うぞこれ。やばいぞこれ、フランとアリスほんまにやばいぞこれ。いいんかこれで、いいんか、フランス界めっちゃ減るぞこれ。これもフランス界減ってもおかしくないよこれ。ってことでまあ通常チャージからだな。ああなるほどな、押してる間だけ、ああ連打したらダメだけど、あの長押してるとこういう風に弾が出ますよって。まあ X10 の敵をまあ軽ために使えるって感じかな。どうやって使えってこんなん。じゃあ次は偵察チャージだ。ああ要は何て言うのかな、一番真ん中のやつはそのまま行って、で端っこのやつはある程度は保留するけど、プレイヤーを直接狙う感じではないってことだよなこれ。つまりああ別に狙いがなんか決まってるってわけでもなさそうだなこれ。ってことで次はダッシュチャージだけど、んなんだっけ、どっかで聞いたことあるなこれ、クラベリートラップだっけ。なんでフランのスペルだけなんかこういう風に言ってんだって話だけどな、あれだよ、スカイアリーナでこれっぽいもの見たからだよ。なんか、うん、あのスカイアリーナやってたせいか、あのフランが火力バカってイメージがついてるので、なんか幻想のロンドのフランドーラ火力じゃなくてとりあえず当てようみたいな、なんかあれだよな、なんかサダアタックで基準をフルオートで打ちましょうみたいな、そんな感じだな。なんかパッチしない。まあ俺レーム使いだからフランのこと言ったってしょうがないんだけどな。あ、ちょっと待って、これ8000早くねえか。いや、そうでもないか。これ2ヒットだったらな、面白かったかもしれんけど。これ1ヒットだからな。要はこれ後ろに、後ろにこれが見えた段階であのもう押すしかないってことだろ。はいどうも、ドミネーション、ドミネーションのブラボーブラボーアルファをとりあえずなんとかって感じだな。おい、とりあえずブラボーとブラボーとアルファを取ればいいんだよってな。違うわ、ブラボーとアルファか。ブラボー2回取ってどうすんだよ。いや、それはだけブラボーが重要だってことなんだよ。うん、まあそういうことにしておこう。ということで、まあ移動速度の検証だ。どうやら通常速度はレイムと同じみたいだな。で、次はダッシュだな、こっちは。ダッシュが遅いみたいだな、どうやら。ブレーキは、なんか、遅いのに、なんか、気が良くないような気がするな。なんか、傘のエフェクトのせいか、なんか、ものすごくブレーキ悪い気がするけど、気のせいかな。まあいいや。気のせいってことでしょ、こう。あ、傘でガードするようになるの、これ。ってことで、まあ、通常メインだ。確かこれ、若干ホーミングするんじゃなかったっけ。うん、若干ホーミングしよるな。でもこれ、相手のとこに行けば
あ？これ相手のところに行けば行くほどホーミング、なんかだんだん曲がってきてねえか。まあいいや。次は低速メインだ。あ？どれを当てたいんだ？なんか不規則に曲がってきてるぞ、これ。これちょっと読みにくいな、これほんまに。まあでもこういうのもありなんだろうな。ちょっと俺にはわかんないけど。どれを当てればいいんだよ、あれは。で、次はダッシュメインだ。あ、これはレイムと同様だけど、なんか、レイムよりも当てにくそうだな、これ。あ、やっぱできるんだな。あ、でもこれ。でもあれか、レイムと違ってちょっと難しいかな、これ。なんか、ブレーキがうまいこといかん。まあいいや。まあ、最大4発。で、次は通常サブだな。これだな。確かこれ、同時に2個当たるとスタンだよな、確か。やっぱり。で、次は低速サブだ。あ、何だ。確かこれ玉消し効果あるって聞いたけど。ああ、やっぱあるやな、玉消し効果。ああ、玉が出てる間だけ効果発揮しますってやつやな、これどうやら。で、次はダッシュサブだ。あー、ヨウムと同様に発生に時間かかるけれども、ヨウム以上に動きが、動ける幅が大きいみたいだな、どうやら。で、このように切っていくよな、多分。それともあれかな？こうやっといて、こうやっといて、こうが？あ、逆だ、間違えた。こうやっといて、こうやっといて、あ、無理や。ちょっと、タイミング合わせる。はい、ということで、チャージ攻撃編です。はっきり打ってしまうと、このヤクモゆかりってキャラクターは、チャージ技使ってなんぼみたいなキャラクターだと思っています。前の時に、全一さんと全四である俺がぶつかり合ってみたって時に、ゆかり対レームってあったと思うんですけれども、あの時1ラウンド目ボコボコしたくせに、2ラウンド目、3ラウンド目でボコボコされ返した、されてしまったってことあったと思うんですけれども、これが原因です。とりあえず通常チャージ。まあ、レイさんはこれよく使ってましたけども、まあ、これが意外、強いってことだな、多分。意外と火力あるんだな。意外とダウンチがあるんだな。あ、これちゃう。まあ、うん。まあ、よく当たるな。あ、ゼロキルで当てると、1400で、一瞬でぶっ飛んでまうみたいだ。で、次は低速チャージだ。低速チャージどんなんやろな。あー、これか。どれぐらい下がればいいかな。これぐらいか。もっと後ろか。今、大玉が出てたと思うんですけれども、これに直接当てることができれば、相手をレイムと同様バインド状態にできます。バインド状態にできるので、かなり有効に戦えると思うんですけれども、ちょっと角度変えて、2度当てたい。2度当てたい。ああ、2回は当たらないな。2回は当たらないようです。1回だけです。複数ヒットはできないようです。いや、複数ヒットやりたかったけどな、できないようです。じゃ、次はダッシュチャージだ。あ？要は、目くらまし？うん、目くらましやな、ただの。なんか、おー、なんか弾幕来てるぞって思ったら、なんかあれ、相手の位置変わってないか、多分そういう使い方。って言っても意外と消費するんだな、これ。意外、線消費するんだ、これでも。意外だな。ってことで最後に、これでこっちでしょ。あ、発生、遅っ。なんか出ないと思ったら発生クソ遅いよ、これ。
次回は初級の5となるのか、それとも中級編突入でしょうか。とにかく、後部等が出るまでに完結は無理ですね。では次回完成を待っててね。